各地の i l y が平野翔と神宮寺裕太の一周年を祝う、トべコンティニュードアンダーラインゼロにジグヒラを帰り一周年記念イベントの感動的な瞬間とファンの思い出を振り返る。7月7日の夕方、心地よい夏の風が吹き抜ける中、私たちは特別な日を迎えました。それは、ジグヒラを帰り一周年の記念日であり、多くのファンにとって特別な意味を持つ日でした。この日は、 平野翔さんと神宮寺雄太さんがファンの前に再び姿を現した日からちょうど一年が経ったことを祝う日でした。その日、私は仲間たちと一緒にお祝いの会を開くために集まりました。会場にはたくさんの準備がされており、色とりどりの装飾や微妙そうなケーキが並んでいました。私たちはみんな、その日を迎えるために多くの時間と労力を費やしてきました。特に、 ケーキにお帰りのメッセージを添えるための飾り付けは心温まるものでした友人たちと一緒に楽しい時間を過ごしながら私たちは一年間の思い出を振り返りました一年前平野翔さんと神宮寺優太さんがテレビの前に登場した瞬間私はその場で涙を流しましたあの瞬間の感動は今でも鮮明に覚えていますその後二人が再び活動を始めることを聞いて 私たちファンは大きな希望と喜びを感じました。それからの一年間、彼らの活動を応援しながら、多くの素晴らしい瞬間を共有してきました。その中で特に印象に残っているのは、飛べコンティニュード・アンダーライン・ゼロの映像です。この映像は、彼らの新たな挑戦と成長を示すものであり、ファンとして非常に誇らしいものでした。私たちはその映像を見ながら、 一年前の感動を再び感じることができました。また、その映像を通じて、彼らがどれだけの努力をしてきたかを知ることができました。彼らの姿を見て、私たちも自分自身の夢や目標に向かって頑張ろうという気持ちになりました。特に、平野翔さんの笑顔は、多くのファンにとって大きな励みとなっています。彼の笑顔を見るたびに、私たちは元気をもらい、 日々の生活に活力を得ることができます。お祝いの会では、美味しい食事を楽しみながら、私たちはたくさんのおしゃべりをしました。特に、彼らの活動について話す時間は、非常に楽しいものでした。友人たちと一緒に、彼らの最新のニュースやイベントについて語り合いながら、私たちは共通の喜びを感じました。また、ケーキやプレゼントを交換することで、 私たちはお互いの思いやりと感謝の気持ちを共有することができましたこのような特別な日を迎えることができたのは多くの人々の支えと努力のおかげです特にイベントの企画や準備をしてくれた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです彼らの努力のおかげで私たちはこの素晴らしい一日を迎えることができましたまたお土産として用意されたギフトも非常に嬉しいものでした これからも、彼らの活動を全力で応援していきたいと思います。また、今回のイベントでは、車崎神社へのお参りも行いました。車崎神社は、毎回欠かさず訪れる場所であり、私たちにとって特別な意味を持つ場所です。神社での参拝を終えた後、ビアホールで乾杯をしながら、お祝いの気持ちを共有しました。こぢんまりとした集まりではありましたが、その分、 心のこもった温かい時間を過ごすことができました。ビールを飲みながら、友人たちと楽しい時間を過ごし、彼らの幸せを願いました。そして、ジグヒラお帰り一周年の記念日を迎えることができたことに対する感謝の気持ちは言葉に尽くせません。この一年間、彼らの活動を通じて、私たちは多くの幸せと喜びを感じることができました。彼らが戻ってきてくれたことで、 私たちの生活には新たな希望と光がもたらされました。これからも彼らが幸せでいられるように全力で応援していきたいと思います。この1年間、彼らの活動を通じて多くの素晴らしい瞬間を共有してきました。特に、飛べコンティニュードアンダーラインゼロの映像は彼らの新たな挑戦と成長を示すものであり、ファンとして非常に誇らしいものでした。彼らの姿を見て、 私たちも自分自身の夢や目標に向かって頑張ろうという気持ちになりました。また、今回のイベントでは、友人たちと一緒に楽しい時間を過ごしながら、彼らの活動について話す機会がありました。特に、彼らの最新のニュースやイベントについて語り合いながら、私たちは共通の喜びを感じました。彼らの笑顔を見るたびに、私たちは元気をもらい、日々の生活に活力を得ることができます。 お祝いの会では、美味しい食事を楽しみながら、たくさんのおしゃべりをしました。ケーキやプレゼントを交換することで、お互いの思いやりと感謝の気持ちを共有することができました。このような特別な日を迎えることができたのは、多くの人々の支えと努力のおかげです。特に、イベントの企画や準備をしてくれた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。彼らの努力のおかげで、 私たちはこの素晴らしい一日を迎えることができました。また、今回のイベントでは、車崎神社へのお参りも行いました。車崎神社は、毎回欠かさず訪れる場所であり、私たちにとって特別な意味を持つ場所ず。神社での参拝を終えた後、ビアホールで乾杯をしながら、お祝いの気持ちを共有しました。こじんまりとした集まりではありましたが、その分、 心のこもった温かい時間を過ごすことができました。ビールを飲みながら、友人たちと楽しい時間を過ごし、彼らの幸せを願いました。そして、ジグヒラお帰り一周年の記念日を迎えることができたことに対する感謝の気持ちは言葉に尽くせません。この一年間、彼らの活動を通じて、私たちは多くの幸せと喜びを感じることができました。彼らが戻ってきてくれたことで、 私たちの生活には新たな希望と光がもたらされました。これからも彼らが幸せでいられるように全力で応援していきたいと思います。この1年間、彼らの活動を通じて多くの素晴らしい瞬間を共有してきました。特に、飛べコンティニュード・アンダーライン・ゼロニの映像は彼らの新たな挑戦と成長を示すものであり、ファンとして非常に誇らしいものでした。彼らの姿を見て、 私たちも自分自身の夢や目標に向かって頑張ろうという気持ちになりました。また、今回のイベントでは、友人たちと一緒に楽しい時間を過ごしながら、彼らの活動について話す機会がありました。特に、彼らの最新のニュースやイベントについて語り合いながら、私たちは共通の喜びを感じました。彼らの笑顔を見るたびに、私たちは元気をもらい、日々の生活に活力を得ることができます。 お祝いの会では、美味しい食事を楽しみながら、たくさんのおしゃべりをしました。ケーキやプレゼントを交換することで、お互いの思いやりと感謝の気持ちを共有することができました。このような特別な日を迎えることができ、他のは多くの人々の支えと努力のおかげです。特に、イベントの企画や準備をしてくれた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。彼らの努力のおかげで、 私たちはこの素晴らしい一日を迎えることができました。また、今回のイベントでは、車崎神社へのお参りも行いました。車崎神社は、毎回欠かさず訪れる場所であり、私たちにとって特別な意味を持つ場所す。神社での参拝を終えた後、ビアホールで乾杯をしながら、お祝いの気持ちを共有しました。こじんまりとした集まりではありましたが、その分、 心のこもった温かい時間を過ごすことができました。ビールを飲みながら、友人たちと楽しい時間を過ごし、彼らの幸せを願いました。そして、ジグヒラお帰り一周年の記念日を迎えることができたことに対する感謝の気持ちは言葉に尽くせません。この一年間、彼らの活動を通じて、私たちは多くの幸せと喜びを感じることができました。彼らが戻ってきてくれたことで、 私たちの生活には新たな希望と光がもたらされました。これからも彼らが幸せでいられるように、全力で応援していきたいと思います。